はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディの河野玄都です。今回はですね、この六甲中学の入試問題やっていこうと思います。まあ、この問題ですね、結構手を動かしてみると難しいんですね。ただ、ある補助性をうまく引くことによって、次から次に面積が求まっていて答えが出るんですよ。そういった意味で、パズルみたいな問題なんですね。今回はね、そのパズルを紐解いていく面白さっていうものを感じ取ってもらえたらいいなと思います。 それでは問題。正六角形 ABCDF の中に点 P がある。三角形 ADP の面積は何平方センチメートルかは求めよう。正六角形の中に点があって、まあ、この三角形の面積が分かっているとき、ADP を求めてくださいね、と。まあ、これね、正六角形の中だとちょっと難しいので、はじめに類題、正方形の中に点がある場合を考えていきます。まあ、この問題はね、比較的簡単に求めることができて、これ、 上の三角形と下の三角形の面積の和に着目していきます。そうすると、これね、三角形 APD っていうのは、まあ、この P から辺 ADBC に平行な線をこのように引いてあげることによって、透析変形ができるんですね。三角形 ADP っていうのは、三角形 ADQ と面積が等しい。 このように等しい面積のまま変形することを透積変形と言いました。同様に三角形 PBC も QBC に透積変形ができる。で、最後に三角形 QAD も QA と CD が平行なので、三角形 QAC に透積変形ができますね。この結果、上の三角形と下の三角形の面積の和っていうのは、結局三角形 ABC と等しくなるので、正方形全体の半分になるわけですよね。 なので、この2つの三角形の面積の和っていうのは全体の半分。すなわち、残り左右の三角形の面積の和も全体の半分っていうふうになるわけだから、これらの和が等しくなる。だから、このね、求めたい答え、x とすると、x+11 っていうのが 13+10 と等しくなるので、x イコール12平方センチメートルというふうに求められるわけです。 こんな感じで正方形の中に点がある場合は上下と左右の面積の和が等しいっていうことに着目してまあうまくね、透析変形を使って求めることができると。じゃあ正六角形の場合はどうなのか。これね、透析変形使ってもうまくいかないんですね。じゃあどうするのかっていう話なんですけど、正六角形の定石。辺を伸ばして、このように正三角形を作ってあげる。ね、A、B と C、D を伸ばしてあげると、ここの部分が正三角形になるわけですね。 こういう風うに辺を伸ばすっていうのは正六角形でよく使う手法なので、ぜひね、押さえておいてください。そうすると、これね、着目するべきポイント。こういう風うに一本線を引いてあげると、ここね、点 G としましょう。こう AB と BG、長さ等しいですよね。 そうすると、三角形 ABP の面積と三角形 BGP の面積は、底辺の長さが等しくて高さも等しいので、面積は一緒。すなわち、三角形 BGP の面積が12平方センチメートルになるんですね。同様に、三角形 GCP のね面積も三角形 CPD と一緒なので、11平方センチメートルと。 このことから何が分かるかというと、三角形 BGC。この正三角形の面積は分かるんですね。これが12たす11。この四角形から8を引いてあげて、15平方センチメートルというふうに求まる。これが分かれば、もうあとはね、ゴールまで一直線。この台形っていうのは、 上の三角形3つ分なので1個あたり15なので15かけ3で45平方センチメートル。よって45全体から12と8と11を引いてあげる。これを計算してあげて14平方センチメートルというふうに求めることができるわけです。今回のポイントは正六角形ね、見たときに辺を伸ばしてあげて正三角形を作ると。あとは三角形の面積を動かしていって答えをね、うまく導いていくと。 ま、この流れですね。非常にね、パズルみたいで面白い問題なんじゃないかなと思います。今後もね、こういった面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮っしい,いよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。